はい、酒井さんの三毛14センチです。お願いします。はい、この顔の絞り込みがいい三毛ですね。はい、寄ります。この絞り込みが非常にいい三毛です。はい、サイドです。中です。重ねではありますが、この下に、紅の下に墨を持っており、ここに大きい墨が出そうな雰囲気はあります。はい、はい、まあ、この鯉も秋に墨がどのように出るかによって見栄えは全然変わってくると思います。紅も非常に厚みのある紅の、はい、そうですね、紅はしっかりしてますね。はい、いかがでしょうか。はい、墨次第でまた変化が楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。こちら酒井さんの三毛で14センチです。ぜひよろしくお願いします。